って手渡してつながっていくよ、ほら届いて届いて明日へ。改めましてキングスです。皆さんぶっちぎりティングス、シャインポスト玉木京香役の蟹沢萌子です。この番組はですね、メディアミックスプロジェクトシャインポストに登場する5人組のアイドルユニットティングスのことを皆さんにもっともっと知っていただくため、ティングスを演じるメンバーが交代でパーソナリティを務めています。そしてそしてなんと今回のティングス会はこのお二人と一緒にお届けします。お願いします。よりさん、はい、ぶっちぎりティングス、フライの戸塚七海役、野口よりです。よろしくお願いします。お願いします。ぶっちぎりティングス、ゆらゆらシスターズの広瀬美奈役、斉藤キアラです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、嬉しいです。お邪魔します。はい、あのゲストで来ていただく回とかも、うん、結構キングス2人お一人ゲストが一人と一人っていうことはあったんですけど、今回私が一人でお二人がゲストなので、すごいちょっと私もドキドキしてます。うわー、よろしく頼むよ。お願いします。公式作戦会議以来ですかね。そうだね。あの時はフライさんもユラシスさんも新曲が公開されて、うんうん、ファーストステップとゆらゆらワンダフルワールド、今日聞いてきました。ありがとう。ありがとう。私もティングスの曲大好きで、いつも聴いてる。嬉しいです。両思いですね。怒られちゃう。はい、そして、普段は私が所属させていただいている Not Equal Me というグループのお姉さんグループの先輩でイコールラブさんの二人なんですけど、はいはいはい、私密かにあのツイッターとかで、あのイコールラブさんのヘアカラーがチェンジなさるのを楽しみに見ていて。そうだね、私変えちゃったけどね。最近までインナーバッキンキン入れてたんですけど、うんうん、かっこいいかったですね。ヒアラさんは現在進行形、ね、ピンクシャンプーしなくなったらちょっとオレンジになっちゃってピンクだったんだよね。今日オレンジになっちゃったんですけど、うん、そうなんです、今ピンク。いや、かわいいですね。すごい、お人形さんみたいで、初めてこんな染めて、嬉しいです。なんか次に挑戦したい色とかありますか？なんだろう、でも寒色系の色、ね、それこそさ、みんなちゃん、ミス、絶対似合います。絶対似合うよ。無理だよ、私はみんなちゃんにはなれないよ。見てみたいけどね。髪の毛水色の人っている？あんま見ない。現実的に現実的に言っちゃった。あんま見ないか。でも見てみたいです。萌えちゃんってさ、あんま髪色こう、ね、奇抜にっていうか変えたことないよね。ないですね。見てみたい。でも一回グレージュにしたかったんですけど、なんか全然入らなくて、なんか茶色茶髪っぽい時はあったよね。そうです、そうです。そうなんですけど、なんかあるしたい髪色。でもそれこそピンクとか、なんか金とか、シルバーっぽいのとか。いや、シルバー絶対や。想像できる。いつかちょっと、ゆりさんありますか？したい色、はい、私髪の毛真っ白にしたい。ね、絶対してる。いや、絶対に絶対なんか雪の妖精さんみたいに。そう妖精になっちゃう。そんなこと言ったらしちゃうけどね。でも一回喜んで、なんかコスプレっぽい雰囲気で、ウィッグですか？ウィッグ被ったことある。めっちゃ似合ってたもん。似合ってます。本当に何色でも絶対似合う。すごい、なんかすごい褒められて怖い。ありがとう。本当に嬉しくて嬉しくて。やってみてほしいです、ね、ぜひできたらいいね。みんな、皆さんも注目して見てください、はい、さて、シャインポストには公式ツイッターがございます。今回のラジオ用のハッシュタグはティングス会、ティングスは全部大文字で、後ろに漢字で会をつけてください。ぜひハッシュタグティングス会を使って、番組の感想などたくさんたくさんつぶやいてくださると嬉しいです。お願いします。お願いします。それではそろそろ開演のお時間です。改めましてティングスです。ぶちぎりティングス。
ティングスです。改めましてティングスの蟹沢萌子です。改めましてフライの戸塚七海役野口伊織です。改めましてゆらしすゆらしすごめんなさいゆらしすゆらしすはいゆらしすの平瀬みーな役の斉藤キアラです。はい、ということでお二人にも改めてをいただいたところで、うん、早速ですが、はい、お二人が演じているキャラクターについてご紹介していただきたいと思います。じゃあ、はい、まずは伊織さん、はい、いきます。はい、私が演じる戸塚七海ちゃんはですね、うん、あのティングスも所属しているブライテストの先輩のアイドルユニットになっています、うん、はい、そして七海ちゃんはフライのリーダーを務めています、うん、であのですね5話かな、はい、にあのちょうどこうナスを食べるシーンがあるんですけど、うん、ありましたね。実は七海ちゃんナスが嫌いなんですよ、うん、でもそのアニメまだ見てない方もぜひ見ていただきたいんですけど、うんうん、その時のななみちゃんの神対応は素晴らしかったと思います、うん、見てほしいですね。見てほしいです。なのでなんかこうね、好きなものはフライドポテトだったりとか、うんうんうん、すごいギャップのある、うん、中性的でギャップのあってこうどこか抜けてるけど、うん、つかみどころがないような女の子なので、うん、ぜひぜひチェックしてみてください。チェックしてみてください、ね、チェックしてください。チェックしてください。注目してください。注目してくださいね。そうですね。なんかあの、うん、ブライテストの事務所の壁っていうんですか？そう。にフライさんの大きな大きなポスターがありますよね。ありましたね。1話からそれは皆さんにも見ていただけてたのかなって思うんですけど、うんうんうん、なんかそのなんていうんですか、あの姉子っぽい雰囲気と、うん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 、でも後輩ちゃん大好きみたいな、ね、あのバランスがちょっと沼ですよね。本当、でも本当に女の子というか可愛い子がすごい大好きで、もうティングスのみんなにはねもう大変ごめんとおかけしてるんじゃないかと。いやでもティングスのみんなもなんか、うん、うわーみたいな感じの反応をしていながら、うん、ななみちゃんのことをすごく尊敬してて大好きなんだろうなっていうのを思いながら演じさせていただいてます。ね、喜んじゃうよななみちゃん。そんなやめたら嬉しくなっちゃう。でもなんか演じる中で意識したことだったりとか、うん、その役と向き合う中でなんか一番大事にしたこととかありますか？なんだろう、でもこうななみちゃんってやっぱ見た目が中性的って言ったけど、うん、やっぱちょっとかっこいいっていうか、うん、はっきりした顔立ちの女の子で、うん、リーダーっていうことなので、うん、なんだろう、でも緩い感じがギャップで生まれたら素敵だなって思っていて、うん、だからこそ女の子が好きだったりっていう面を結構強く印象強くさせられたらなって思って、なんか結構大胆に振り切ってるかもしれないです。確かに第5話では結構そういう部分も見ていただけますよね、うん、そうなのでね、そういうギャップのあるななみちゃんをぜひよろしくお願いします。お願いします、うん、あとはなんかそのなんていうんですかね、かっこよさも可愛さも持ってるっていう部分がすごい伊織さん自身とも重なる、うん、素敵なところだなって思うんですけど、共通点とか共通点好きな食べ物嫌いなものとかでも、ああでもでも私ナス嫌いなんですよ。ああ、だからすごい嬉しくって、おお、そこちょっとななみちゃんとの共通点というのを感じてますし、 あとやっぱ可愛いもの好きっていうのも、うん、私もすごい、ね、ぬいぐるみとか動物とか、ね、すごい好きなので、あ嬉しいなって、ちょっとやっぱこうね演じてる時に気持ちが入りやすかったりもするので、うん、嬉しいです。 ありがとうございます。ぜひぜひななみちゃん、うん、ななみさんですね。いいよちゃんでいいよ。注目してください。お願いします。はい、それでは続いてキアラさんお願いします。はい、任せるのですってここに書いてある。あ任せるのです。あ、なんかよかった。本当だ。あ、あら、書いてある。こっち、今すぐごめんなさい、忘れてた。あはい、キッズ層を中心に支持される二人組ユニット、うん、ゆらゆらシスターズの小さい方クッコアラ。普段はおとなしいが、やるときはやる着物座った女の子で、ね、
紹介があるんですけど、うんね、10歳で、いや若っ、10歳3、4年前くらいからやなんか、あ、ちょっと確かにか完全なあれ覚えれてないんですけど、ゆらゆらシスターズの自体が、はい、3、4年前くらいからやっていて、でそれですごいですよ、ね、なんだろう、このグループの中で結構もう、あ、もう先輩のグループ2人組みたいな、うんうん、ライブの規模がすごい大きく、大人気ドームレベルの、ねうん、でなんだろう、改めて聞いてびっくりして、はい、あの、うんうん、前の生放送の時に、うん、え、はい、そんなにと思って、だからすごいなんだろう、なんかなんだろう、そのこの10歳の年齢で、うん、そんな大きな会場に堂々と立てるのすごいなって思うし、はい、やっぱね、この通り普段新しいけどやるときはやる、うん、女の子なんだなと思って、うん、でもなんかちょっと人見知りみたいな部分もあって、うん、口癖もふわゆるゆるかわいいなって思って、うん、まだなんだろう、アニメにはちょっとしか登場してないんですけど、うん、なんかこれがゲームとかで、なんだろう、どんなみーなちゃんが見れるのか、確かに私もすごい楽しみです。そうですね、なんかアイドルになった中で、アイドルをしてる中でのみーなちゃんの気持ちとかって、うんうんうん、ゲームとかで結構掘り下げられたりするんですかね。気になる。でも第2話で、はい、出演なさってて、そうなんです。でもすごい、はい、あのパンダ、そうあのパーカーがめちゃめちゃ可愛くて、そうなの、あれ普段着で着てるの可愛すぎなんかお忍びっぽい雰囲気だったんですけど、もうアイドルオーラがかかるまで、ねね、堂々としてたね。ちゃんはちゃんとメガネと帽子してるのに私パンダそうだよ、バレた。でもさ、10歳だからって思ったらさ、めちゃめちゃ可愛い。確かに可愛いよね、こうなんだよね。でもすごいなんかそのセリフの中でも、そのアイドルファン、目の肥えたアイドルファンの方にみたいなセリフとかも第2話であったりして、うん、なんかやっぱり経験を積んでらっしゃる10歳なんだなっていうのを、ね、やばい、大人の10歳かっこいい。でもすごいやっぱゆらゆらシスターズさんも先輩アイドルで、うんうん、その私たちティングスがその会場で、うん、チケット売りをさせていただくシーンもあったりして、うんうん、でもなんかその規模のお客さんの層も小さい子から大きい方までいらっしゃるっていうのが、ね、老若男女ですよね、うん、はい、そんなゆらしすさんなんですけど、あのこのみーなちゃんを演じられる中でなんか意識してることとかありますか？なんだろう、まだあんまりなんだろう、そんなたくさん演技できてないんですけど、うんうんうん、でもやっぱりすごい見た目も可愛いですし、はい、なんだろう、とにかく可愛いので、私このみーなちゃんの可愛さを伝えられるように、はい、なんだろう、もう可愛さ全開で行きたいなって、これから演技するとき、でもしたいなって。楽曲のゆらゆらワンダフルワールドでもすごいキアラさんの甘い声が、うん、あって、みーなちゃんだ、みーなちゃんだった、うん、感じました。なんかもっと可愛く歌えばよかったって、めちゃめちゃ後悔してて、あれ以上可愛くなっちゃったら溶けちゃう、こっちが聞く人みんなさん脳みそが溶けちゃって、溶けちゃうよ、大変なことになります。なんかすごいなんだろうナターリアさん、いや小川葵さんがすごいなんかキャピキャピしてて可愛くって、うん、その温度差がもうちょっと私のもっとキャピって歌いたかったなって、いやいやいや、もうなんか私すごいなんだろう、私も自分なんかすごいなんだろう、このティングスとかフライとかなんかすごいいろんなハイレインさんとかいろんなグループの曲をなんかちょくちょく聞くんですけど、うん、もう聞くたびにはもっと元気に歌ってよって、ずっと大丈夫って自信を持ってもしかしてそれはキアラのメドリー待って、自信を持って大丈夫、本当に甘くて可愛い声、多分聞いてる方は皆さんもう脳みそがとろけちゃってると思います。そうだよ、はい、じゃあちょっとキアラさんにもあの共通点とか聞いてもいいですか？共通点、うん、あ、でもこの間甘ってダメじゃん、でも私この間芋ようかんを食べてめっちゃ美味しかったって話しようとしたら嫌いなものだった真逆真逆だった。芋ようかん嫌いなんですね、みーなちゃん。
多分私も10歳の時は絶対芋ようかん嫌いだった。確かに17歳のニーナちゃんだったら好きかもしれない。確かにね、はい、でもなんかこの今髪色だったりとか水色とピンクだったりとか、うん、と癒し系なオーラと言いますか、うんうん、そこはすごい共通の魅力だなって感じます、うん、ありがとうございます。はい、そして先ほどもお話ししたんですけれども、リリックビデオが公開されておりまして、うんうん、フライさんのファーストステップ、そしてユラシスさんはゆらゆらワンダフルワールドがどちらもユニットらしくて素敵な、なんかこのグループのカラーが出てる楽曲なんですけれども、うんうん、なんかこだわりのポイントとかいおりさんありますか。あーでもレコーディングするときに、うん、そのディレクターさんが、はい、声を作らなくていいですと、なんかそのままの歌い方で歌ってほしいっておっしゃってくださって、すごいなんか心が救われたというか、う、ね、緊張していたので安心しながら歌えたんですけど、はい、とは言っても私の歌声ってこうちょっと深いというか低いの声が軸にあるので、そうなんですね。そう、でもななみちゃんはもうちょっと明るく引っ張ってくれるような、未来を導いてくれるような歌声の方が似合うかなと思って、なんかちょっと自分らしい歌い方もしつつ、うんうん、ななみちゃんの歌い方ができればなってちょっと語尾を上げたりしてみました。あーあーでもなんかあの語尾が上がる感じとか、うん、息の残し方だったりとかがすごいなんかかっこいいなって、ね、たまらないなーってすごい、まあね、おじさん出てた気がするけど、たまらないな。いや嬉しい嬉しい、聞いた方皆さん思ってると思う、絶対思ってる。ありがとうございます、ね、こっちの良さも出てて、うん、ね、あ、ユラシスさん、あ、はい、で、うん、私もなんかあんま作りすぎず自分の声のままでって言われて、うんうん、それでなんか私もそれで落ち着いてできたんですけど、はい、うん、でもなんか緊張しちゃって、もうなんか最初らへんほんとなんかもうなんか緊張しすぎて、うん、全然歌えなくて、うん、やばいってなってたんですけど、すごいお優しくて、すごい何回も撮らせていただいて、そうだったんですか、はい、そうなんです。でも、うん、すごいなんかたくさん褒めて伸ばしてくれながら、ね、くれさせながら伸ばしてくださいながら、うんうん、すごいレコーディングできたので、すごい、いや、たまらないなと思いながら再び聞きました。本当にいやもう何度もどちらの楽曲も皆さんに聴いていただきたいです。本当に、はい、お願いします、お願いします。そしてゲームの収録も続々と始まっていらっしゃるとのことで、キアラさんはまだ、あ、そうなんです、でもこれから頑張ります。でもそのストーリーとかもすごい楽しみですね。そう、すごい楽しみです。本当にそれぞれのね、そうですね、うん、キアラさんのそのミーナちゃんのエピソードももちろん、そのミーナちゃんが他のキャラクターの中に出てくるエピソードとかも結構皆さんに楽しみにしていただきたいなって思います。いおりさんはもう、はい、撮ってらっしゃるんですか。そうなんです、ちょっと収録させていただいてて、はい、思った以上にななみちゃんちょっと暴れてるかもしれない。暴れてる、そうなんですか。ちょっと自分の中にあったななみちゃんのイメージをちょっと崩して、ちょっと最初の方にも話したギャップのある、はい、この子に見せるななみちゃんとか、アイドルのななみちゃんっていうのがはっきり見えるようにちょっと大げさにやってみた、楽しみもしたんですよ。でもそれがうまく後半自分が演技できてるかまだわからないんですけど、うん、ちょっと意識してみたので、ちょっと面白くなってたらいいなー、楽しみです思ってます。あー、じゃあもうアニメだけじゃ見られないそのキャラクターの部分もゲームでは見られるかもしれないっていうことで、そうですね、私もなんかゲーム収録させていただく中で、あ、こういうなんかこういうキャラクターなんだとか、なんかこの関係性なんだとか結構あったりしたので、すごいアニメももちろん小説ももちろんゲームも皆さんにぜひ楽しみにしていただきたいなって思います。わー、楽しみだ、楽しみ、早くゲームやりたい、やりたい。
はい、ということでですね、ここからは皆さんからいただいたメールをご紹介していただき、いきたいと思います。はい、はい、では紹介させていただきます。ゆりさんとキアラさんにお付き合いいただきます。お願いします。ではまずは会社員ネーム MKT さん、ありがとうございます。はい、皆さんこんばんは。早速ですが今回のゲストお二人に聞きたいことなのですが、アニメでは第2話にミーナちゃんが、そして第5話にナナミちゃんが登場しているので、すでにアフレコを経験済みだと思うのですが、その時のアフレコ現場での様子を教えていただけたら嬉しいですとのことです。はい、じゃあまずは第2話のミーナちゃん役のキアラさん、はい、はい、どうでしたか？そうですね、その時はあの小顔をいたナタリー役の方、はい、なんかの子が葵さんと2人で、はい、うん、お二人で、はい、やったんですけど、うん、もう私本当にアニメのアフレコが初めてだったので、もうすっごく緊張していて、うん、だけどすごい、なんだろう、緊張を和らげてくださって、うん、そうなんです。それでなんだろう、でも本当にあっという間すぎてびっくりしました。うん、もうなんか一回リハーサルっていうかがあって、はい、うん、もうそしたら本番で、うん、はい、じゃあ次のカットって、もう終わりと思って、すごい、はい、大丈夫だったかなってすごい心配になって、うん、なんだろう、もうなんだろう、これからもね、うん、もしかしたら出るかもしれないんですけど、その時はもっとなんだろう、一発勝負、一発なんだろう、勝負強くなりたいな、勝負強くなりたいっていうか、なんだろう、本番に強くなりたいなって、なれるようにならなきゃなって思いました。でもすごい可愛くて、じゃあちょっとお二人の関係性だったりとか、はい、ミーナちゃんのキャラクターだったりとかも楽しみです、うん、はい。そしてじゃあ第5話の、はい、よりさん、ななみちゃん、うん、どうでしたか？いや、ティングスの皆さんと一緒の収録で、うん、はい、一緒でした。そう、初めてのこの社員ポストでは初めての収録だったので、うんうん、すごく緊張してて、はい、だから萌えちゃんがいてくれたのが結構、はい、そう、よかった、安心感がありました、嬉しいです。で、緊張していったんですけど、でもその一緒だった夏吉さんと鈴代さんのお二人もすごく優しくて、休憩中にお話、声かけてくださったりとかで、アットホームな現場ですごい楽しかったです。でも私もゆうりさんと一緒にアフレコっていうのがすごい貴重な経験で、すごい嬉しかったです。ありがとう。ありがとうございます。あ、なんと残念、メール読むのここで終わりになっちゃいました。いっぱい読むぞ、いっぱい読むはずが、すまん、話しすぎた。私もお話いろいろ聞きすぎちゃいました。はい、ということで、メールはここで、終了となります。ありがとうございます。たくさんメールを、ありがとうございます。はい、そしてですね、うん、なんと今夜のテレビアニメの放送なんですけれども、うん、今夜はまだまだ間に合う社員ポスト振り返りスペシャルをお送りいたします。はい、はい、まだテレビアニメを見ていないという方もこちらをご覧いただければ、うん、今からでも後半のお話を楽しむことができますので、うん、ぜひぜひもう一度見たいという方も、まだ見てないという方もご覧ください。お願いします。はい、さて番組では皆さんからのメールを募集中です。現在募集中のふつおたのメールテーマは焼肉の日と、9月の十五夜に向けて中秋の名月についてのメールを募集中です。皆さんのお月見の思い出だったり、月にまつわるメールなどなどお待ちしています。もちろんそれ以外のメールでも、私たちへの応援メッセージや質問もどしどし大歓迎です。メールお待ちしてます。以上、ふつおたのコーナーでした。改めまして、ティングスです。ティングスの名ゼリフ劇場。はい、このコーナーは皆さんの考えてくださった名ゼリフに、私たちティングスのメンバーが挑戦していきます。今回のセリフのテーマは浴衣を着たからこその一言。はい、一体どんなセリフが届いているのでしょうかということなんですけれども、なんとなんとですね、うん、今回は私はちょっとお休みで、はい、ゲストのお二人に挑戦していただきたいと思います。やったー、はい、頑張ります。お願いします。じゃあ早速なんですけれども、キアラさん、お願いします。はい、これはみんなキャラクターでやっているんですかね？そうですね、でもなんか自分のキャラクターの時もあれば、そのちょっとこのセリフに合わせたキャラクターにしていただいても、うん、全然もなんでも OK でございます。はい、緊張してきた。はい、ではキアラさん、お願いします。あ、
会社員ネーム、会社員ネームってこう書くんですね。はい、陽道さん、あ、かっこ夏休み延長希望さん。はい、じゃあそれでは行きます。はい、よっしゃー、今年こそは全屋台制覇してやる。まずはあそこの焼きそばからじゃん。かわいい。食いしん坊さんですね。焼きそば美味しいよね。焼きそば大好き。いいですね。屋台好きですか？屋台好きです。焼きそばもいつも食べます。ああ、うん、じゃあちょっと。ちょうどよかった。ちょうどいいですね。かわいい。やんちゃでお茶目の。やんちゃです。はい。セリフでした。ありがとうございます。キュンとしちゃいますね。じゃあ続いて、ゆりさん。はい。いきます。会社員ネーム。はるなちゃんからいただきました、はい、あ、ちょっとこのセリフはななみちゃんっぽいので、ななみちゃんっぽくいきたいと思います。はい、はい、うわー、浴衣を着た可愛い子たちがいっぱい。私も浴衣でスーパーメデメデタイム発動しちゃうんだから。うわー、ななみちゃんやー。うわー、メデメデタイム、メデメデタイム、知ってくれてて嬉しい。ななみちゃんのね、確かにがあるの。でも浴衣着たからこそですね、うん、着たからこそ、うん、うわー、いいですね。夏と言ったらね、夏と言ったら浴衣、めでめでタイム、ありがとうございます、はい、本当はもっと感想を述べたいんですけれども、ちょっと時間の関係で今抑えめで短めで感想言っちゃいました。最高でした。ありがとうございます。はい、このコーナーではですね、うん、皆さんの考えてくださった名台詞に私たちが挑戦します。現在募集中のテーマは夏休みの最終日の一言と、うん、孫の一言です。孫の日も近いからですね、うんうん、はい、孫からの感謝の気持ちや孫だからこそ言えるセリフなどなど、皆さんからのバラエティに富んだ力作お待ちしてます。プレッシャーかけて。プレッシャーかけて。以上、ティングスの名台詞劇場でした。改めましてティングスですも、そろそろエンディングのお時間となってしまいました。第31回、本日はですね、フライから戸塚七海役の野口優里さんと、ユラシス広瀬ミーナ役の斉藤キアラさんと一緒にお送りしてまいりました。なんとお二人には次回第32回にもゲストとして出演していただきたいしていただきます。やったー、お願いします。お願いします。はい、ではここからお二人にもお手伝いいただいて、少しお知らせをさせていただきます。はい、まずは放送情報です。はい、テレビアニメ社員ポストは毎週火曜深夜日本テレビアニチュー枠と、毎週木曜 BS 日テレ ATX にて放送中です。はい、今夜は振り返り特番の放送なので、うん、ぜひお見逃しなく。見逃しなく。続いては楽曲情報です。 Be Your Light をはじめとする私たちティングスの楽曲4曲と、絶対アイドルホタルさんのスイートサレンダー、そしてプレリュードが Apple Music や Spotify など各配信サイトで配信中です。ぜひ皆さんお聴きください、うん、そしてテレビアニメ社員ポストのオープニングテーマ、エンディングテーマが収録されたシングルが、現在好評発売中です。ぜひ皆さんお手に取ってください。お願いします。続いて原作情報です。原作小説であるラクダ先生のライトノベル社員ポストねえ知ってた？私を絶対アイドルにするためのごく普通で当たり前なとびっきりの魔法は、現在第3回までが好評発売中です。こちらは月刊コミックアライブにてコミカライズも好評連載中です。こちらもぜひチェックしてくださいね。お願いします。はい、そして最後は皆さんお待ちかねのゲーム情報を、このラジオでなんと初解禁しちゃいます。やったー。はい、ゲームのタイトルは、うん、社員ポスト Be Your Idol でーす。これね、 Be Your Idol の部分は以前の公式作戦会議で、なんと私たち3人ともが選んでいた、やったアイドルとのことで、やったー、使ってもらえた。嬉しい、ありがとうございます。そしてゲームロゴもこちらのデザイン初公開です。こんな感じになってます。キラキラ、アイドルはカタカナなんですね。そう、かわいい、健康な感じでかわいい。かわいい、皆さんぜひ楽しみにしていてください、そしてティザービジュアルも初公開です。こちらです。エモい、いや、エモいです、めっちゃエモい、エモい、良い、
いや、こんなたくさんのペンライトで、うん、ティングスちゃんたちが出されております。最高です。いや、ちょっとゲームも動き出しまして、うん、ぜひ皆さんに楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います、はい、お願いします。そしてイベントの情報、視点も、決定いたしました、うん、はい、なんと9月15日から18日まで幕張メッセにて開催されます東京ゲームショー2022、コナミブースにて、社員ポストの出展が決定いたしました。すごい。そしてですね、9月18日にはコナミブース内のステージにてトークイベントの開催も決定しております。すごい、はい、出演はナバタメ春役の鈴代さゆみさん、テーブリオ役夏吉優子さん、伊藤もみじ役中川梨花さんの3人です。さらにスペシャルゲストの参加も決定しておりますとのことで、皆さん、詳細や続報は公式ツイッターや公式サイトにてぜひチェックお願いします。いや、楽しみがたくさんですね。嬉しいですね。そして、番組では皆さんからのお便りを募集中です。ティングスの名台詞劇場では皆さんの考えたセリフを募集中です。現在募集中のテーマは夏休みの最終日の一言と孫からの一言です。皆さんからの名台詞お待ちしています、うん、そしてティングス TINGS 作文へはティングスの頭文字を使ったあゆえお作文をぜひお待ちしてます、うん、はい、普通歌へはメールテーマの中秋の名月の他に私たちへの質問や応援メッセージ何でもお寄せください、うん、番組でお便りが採用された方にはティングスステッカーをプレゼントいたします。いいな、ご希望の方はぜひ必ず住所とお名前の記載をお忘れなく、お願いします。お願いします。はい、それではですね、改めましてティングスですの声はここまでとなります、うん、次回は8月30日配信です。この3人でお送りいたします。はい、それではお相手はティングス玉木京香役の蟹沢萌子と、フライ戸塚七海役の野口よりと、ユラシス広瀬ミーナ役斉藤キアラでした。ぶっちぎりティングス。ここからはアーカイブをご覧いただいている皆さんだけにお届けするおまけコーナーです。本編よりよりいそゆるっとお届けします。ゆるっと、はい、せっかくなのであの、うん、本編で読み切れなかったあのメールを読ませていただこうかなって思います、うん、はい、はい、では読みます。会社員ネームパイナップルのゆきさんからです、うん、萌子ちゃん、キアラちゃん、よりちゃん、こんばんは。社員ポストのある日を楽しみに、毎日生きています。お、嬉しいです。ありがとうございます。社員ポストのアイドルたちみんな可愛いですよね、うん、もし社員ポストの世界に行って推しメンを一人決めるとしたら誰にしますか。まだまだ暑い日が続きますが、お体に気をつけてお仕事頑張ってくださいとのことです。推しメン、うわー、推しメン難しいよ。推しメン心は決まっていますか。みんな好きなの大前提としてでいい？そうですね、そうですね、そうだよね。じゃあ、はい、はい、いおりさん、私はやっぱりティングスが好き。あ、嬉しい。なんかすごい応援したくなるというか、うん、なんかこの子たちの成長を見ていたいっていう純粋なオタク心が芽生えるのが素敵だと思う。だから確かに、そう、なんか最初からじゃなくて、うんうん、コツコツとっていうのがティングスの、いいところとか描かれてますもんね。だから大好きです。曲も好きですし、応援してます。ファンです。嬉しいです。ホクホクしちゃいました。え、キアラさんどうですか。そうです、私も一人は決められないんですけど、ハイレインさん。あらー、私はすごいかっこいい曲、可愛い曲もめっちゃ好きで、はい、ティングスさんの曲とかもめちゃめちゃ王道でめちゃめちゃ好きなんですけど、うんうんうん、なんだろう、 YouTube でその曲を初めて聞いた時に、はい、もうなんかすっごいかっこいいと思って、うんうん、私なんだろう 声もすごく良くて、うん、なんだろう、かっこいいですよね。そう、かっこよくて、もうなんだろう、いつかライブとかもなんか、はい、ね、皆さんでやる機会があったら見たいって、うんうんうん、確かに思って、これからがすごい楽しみです。そ
グループによってなんかその夢への描き方がなんかグループの方向で全部違うなっていうのがすごい社員ポストのなんか素敵なところだなって思って、皆さんも推しメンいらっしゃいますか？いらっしゃいますか？いらっしゃいますか？私今言わないまま逃げようとしてる。そうそう思った。そうじゃん、ちょっと教えてよ。誰が好きなの？でもめちゃめちゃ難しいです本当に、うん、なんかその私結構そのかっこいいアイドルさんも可愛いアイドルさんも好きなんですよ、うんうんうん、なのでなんか本当に決められなくって、うん、でもなんか京香ちゃんとなんか共感するところってなったら蛍さんが確かに憧れるなっていうのはあるんですけど、でもフライさんのあのなんていうんですか、爽やかでかつかっこよくって、うんうんうん、あの楽曲のなんかドゥンドゥンドゥンノリノリな感じ、イケイケな感じとなんかあのなんか上に行く上に行くって歌詞が本当にかっこよくって、うん、でユラシスさんの優しいよっていう、もうあのなんていうんですか、もう永遠にリピートしちゃうあの、うん、なんていうんですか ね、なんか中毒性があるというか、うん、もうなんかいやもうなんか語り始めたら止まらないので、ちょっと私おまけコーナーに収まらないかもしれない。優しい優しい、ありがとう。いやでも本当に大好きです、うん、ね、素敵なグループ、うん、ということで3分経ったとのことで おまけコーナーここまでとなります。ちょっと安心してます。安心してる、もう笑顔がぜひ皆さんの推しメンも教えてください。はい、はい、ということで以上おまけコーナーでした。せーの、ぶっちぎりティングス。